メンズに人気のショーツ全部履いてみたということでやっていきたいなと思います。僕がもう押しに押しまくっているあのパンツ、お稲荷さんのが見えないような状態にしていただければ嬉しいなと思います。はい、本日ですね、メンズに人気のショーツ全部履いてみたということでやっていきたいなと思います。こちらにですね、今並ばせていただきました。まあこれも僕持ってるやつもそうなんですけど、ここにあれです、全部ショーツでございます。でショーツだけでだいたい30着ぐらいあるんですけど、ほとんど肩一緒やったりするので、種類的に言ったらだいたい14、15種類とかそれぐらいやと思うんですけど、もうそれをねダッと履いていきたいなと思います。やっぱこれからの時期ショーツってどうしようかなと、もうまあバギーズショーツ家の中にあるからええかと思いながらも、まあ、バギーズショーツ以外にももしええのあるんやったら欲しいなとかね、バーサタイルショーツばっかり履いてるけど、なんかもし他にええのあると欲しいなってなるじゃないですか。だからそれをねザーッと履いていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。でまず1周目っていうのはスニーカー履いて街中で合わせるよっていう感じで、2周目はこういうサンダル履いて合わせるようで行ってみたいなと思いますので、まず1周目は僕のお気に入りのあのパンツから行きたいなと思います。それがこちら、バギーズショーツでございます。落ちました。では履いていきます。はい、とまあ履かせていただきました。これはですね、僕結構気に入ってる柄で、バギーズショーツってまあ毎年柄出てくるんですけど、あんまり個人的に当たりがないんですよ。いつもなんか可愛いなと思って買うんやけど、なんか履いてみたら微妙やなっていうのが結構多いんですけど、これに関してはもうめちゃくちゃドンピシャでめちゃ好きな感じなんで、去年ずっと履いてて、あとハワイにも履いたりとかしてましたんで、結構使ってるパンツになりますね。まあスニーカーとも合わせることないけど、靴下がちょっと強根なんで申し訳ないです。ほんまね、ナイキの靴下履きたかったんやけど、なんか忘れて、こっち、あ、ナイキの靴下あるわ、ちょっと取ってきます。あ、落ち着く落ち着く、ナイキに戻った戻った、落ち着きません。今年がね、ちょっとどんな柄出てるんかはちょっとわからないんですけども、まあこれは去年の2023年のモデルかなのカラーになっております。で続いてですね、バギーズのロングを履いていきたいなと思います。はい、では次バギーズロングですね。これはね、2022年かな、もう1年前の柄やと思うんですけど、まあロングバージョンとショートバージョンで柄がちょっと違うんですよね、いつもね。でこれもう柄単体で見たら可愛いんやけど、なんか履いたらちょっと微妙やったなと思って、ほぼ履いてないような感じなんですけど、まあロングサイズですね。これ結構大人の方がお好きな、30代以上の方がお好きな感じの、まあ20代でも最近ゆったり履く人がこっちが多いかなと思うんですけど、昔はバギーズショーツばっかりだけど、まあロングもね、今の時代的にはトレンドっぽいのでいいんじゃないかなと思います。で次がですね、ブランドを変えまして、僕がもう押しに押しまくっているあのパンツ、こちらですね、ファッションブランドじゃないんですけど、ファミリーマートのショーツになってます。履いてみます。これいかがでしょうか。僕の動画よく見ていただいてる方は分かると思うんですけど、初めて見たからしたら、え、これファミマって感じじゃないですか。しかも1998円ですから、2000円切ってますから、なんとあの2000円の大台を切りました。2000円を払うと2円を釣りが来るっていうことになりますので、まあ、その2円をねまた募金していただいたりすればいいんじゃないでしょうか、というようなパンツになっておりますので、まあ、これもねすっごい使えるんですよ。やっぱショーツとかってあのストレッチ効いてないやつが結構多いんです。今回紹介する中でもストレッチ効いてないよっていうのが半分以上はそうなんやけど、ここに関してはストレッチ効いてるよっていう感じなんで、まあ、すごい楽、部屋着にもできるし、まあ、最悪1998円だったら部屋着にすればいいし、いやこれ普通に私服で履けるやんって感じで、僕全然私服で履くんですけども、使い勝手が去年良かったなと思ってずーっと履いておりました。そして次がですね、ちょっと派手めなやついきましょうか。おしゃれな人がお好きなダイワっていうブランドのね、ダイワのゴアテックスバージョンのショーツですね。この D って履いてますけども、でこれはもういかにもゴアっていう感じの質感なんですよ。ここにもゴアテックスって書いてますけども、ちょっとシャカシャカした感じ。はい、とまあこんな感じになっております。ダイワね、まあ、サイズがもともとでかいっていうのもあるので、僕ダウンとか上着るにしても下に着るにしてもだいたい S が多いんですよね。でまあこんな感じ、毎年多分ダイワはこういう派手なやつでゴアテックスとか結構機能的なやつが出てると思うので、今年も多分出てるとは思うんですけども、まあこんな感じで S サイズということになっておりましたね。ちなみにこれは去年一回も履いてないので、ちょっとゴアテックスがいつ履いていいかっていうのが僕あんま分からなくて、特にショーツ、ロングとかやったら雨の日とか履けばいいと思うけど、ショーツのゴアっていつ履いたらいいんやろうなっていう感じで、まあ釣りとかなんかな、ちょっと分からないんで履かなかったんですけども、そんな感じで。次があの冬の名作ブランドっていうと、冬にいつも出てくる、あのよくコラボするブランドってどこか分かりますよね。そう、ナンガさんでございます。ナンガさんからも、昨年出てるモデルがありまして、昨年かな2年前かな、ちょっと忘れたけども、これも一回履いてみたいなと思います。でこのタイプはね、グラミチみたいな感じでベルトとかがあるような感じなんですね。でこういう風な感じでちょっと前に見えてる、まあほんまグラミチに似てますけどね。このねお股のところにね、立体的にこう作られてるから、結構足とか広げたりとかしてもねしやすいんですよね。ただライナー履いてないので、ちょっとまあお稲荷さんの方見えんこともないというか、ちょっと危ない気はしますので、必ずねパンティの方は履いていただいて、お稲荷さんの方が見えないような状態にしていただければ嬉しいなと思います。でまあなんからしいですよね、このポケットのところとかにちゃんとファスナーがついてて、だいたいショーツってあんまりファスナーついてないんやけども、まあ、こんなんついてたりだとか、まあ、ちょっとキャンプっぽいような仕様になってるんじゃないかなと思います。まあ、ショーツっていうと海が多い印象ですけど、まあ、これはちょっとまあキャンプ山向けなんかなみたいな感じですね。で次がですね、僕結構気に入ってるショーツなんですけど、それがちょっとまあカラー違いがあるので両方履いてみたいなと思うんですけど、これは嫌がる人多いじゃないですか。え、ヒョウ柄嫌じゃないですか。でもブラックやったら全然いいかなと思うので、これ履いてみたいなと思います。ちなみに生地感は
あのさっきのファミリーマートのショーツにちょっと近いような感じですね。どっちかというとまだこっちの方がサラサラしてるかな。さっきのファミリーマートの方がもうちょっとガシガシしてるような感じですけども、入っていかがでしょうか。これも結構ええでしょ。でしかもまあファミリーマートほど値段は安くないけど、僕買った時は5000とか6000とかで、しかもセール変わるからちょっと安くなったりしてて、まあ今ちょっと値段上がったかもしれないですけど、これもストレッチが効くんですよ。ポリウレタンが確か 14% ぐらい入ってたんかな。そうですね、ちょうど 14% 入ってますので、あとは全部 86% はナイロンなんですけど、めっちゃ伸びるんですよ。だからこれもめちゃくちゃ快適なパンツなんですね。でちなみにまあ黒ばっかりだと面白くないっていうことで僕は評価なかったんですけど、ほんま大阪人やな関西人やなって感じでしょ。ちょっとこれ履いてみますね。これ見てください、ザって感じですよ。うわザ関西人やなって、こんな見た目のやつおったらあんま描かれたくないですよね。まあ、そんな感じなんですけど、まあ、ファミリーマートのショーツと違うところっていうと、まあ、カラーが豊富っていうのと、あと後ろポケットがあるんですよ。で後ろポケットのところにこのワイルドスイングスって入ってるけども、こういったポケットがあるっていうところが若干違うかなとは思います。まあ、あとここにロゴがねワイルドスイングスって入ってて、ブラックやったら分かるんですけど、この膝のところにワイルドスイングスっていうプリントですね、プリントちょっと反射するようなプリントが入ってますね。これもね結構丈長いのが好きな人、だからバギーズロングとか履くような人とかはロング行くんやったらこっちも全然ありやんのになーって僕はいつも思うんですよ。ロングとかより安いしね。でそんなパンツなってて、次が皆さん大好きアークテリクスね。もうとにかくアークテリクス好きな人が非常に今多いと思うし、まあとりあえず高値で売れるから、いかがでしょうか。まあアークテリクスに関してはもうこの色しか僕なかったんですよ、買う時にね。もうなんか黒とかってやっぱり人気で一瞬でなくなるみたいで、それがまあ2年3年前の話なんで、もう今とかやったら多分ほぼ買えないかなと思うんで、まあこれもサクッと紹介で終わりたいなと思うんですけど、アークテリクスらしいなんていうのこうマットな感じで都会な印象があるようなショーツなんやけども、なんかこう大人っぽいような雰囲気でね、竹感にしてもそうやし、まあ生地感にしてもそういう感じでできてるんちゃうかなと思います。ということで次に行きたいなと思います。次はですね、以前比較動画で出したことあるんですけど、ワークマン行きたいなと思います。これねバギーズショーツそっくりでね、名前がねバギーショーツっていう名前なんですよ。一緒やないかい。ほんならそれもうマネやないかいって感じなんだけど、これ実はレディースなんですけど、ちょっとこれ3日履いてみたいなと思います。980円でしたね。僕はこれレディースの L サイズで履いてるので、まあほんまにバギーズショーツの代わりっちゃ代わりかなっていうような感じですね。生地感とかもそんな感じだし、まあ、これ紫外線って書いてある、紫外線 90% 以上オフっては書いてるけど、まあ、それ以外にだと水とかもいけそうやし、水陸両用で多分いけると思うので、まあほんまほぼバギーズショーツとあんま変わりないような感じかもしれませんね。そして次がこれ皆さん日本人大好きロンハーマンゴールドミントのコラボなんですけど、なんていうのこういうほんまにザナイロンっていうような質感、このちょっと少しテカリのある光沢感のあるような、ちょっとシャカシャカいうようなスポーティーな感じの印象のショーツなんですけど、これもね履いてみたいなと思います。はい、まあこんな感じで、そう動画で映ってるかはあんま分からないんですけど、まあテカテカした感じって分かります。なんか今まで多分ショーツって大体こうマットな感じだと思うんですけど、まああえてこういうちょっとシャカシャカした感じで雰囲気変える、例えばオールブラックにするけど素材変えていくみたいな感じの時には使えそうなパンツなんかなと思って、一回ちょっと買ってみようって買ってみたんですけど、まあ今のところまだ履いておりません。夏場にこのテカテカの見たらちょっと僕どうしてもねゴミ袋を連想しちゃうんですよ。だからあんまりどう履いていいか分からへんから履いてないんですけど、まあおしゃれな人とかやったらね履きこなすんちゃうかなと思いますけども、そういったまあ特にこれは機能も何もないので、まあ、ストレッチ性もないですし、ほんまにシンプルなパンツかなと思います。で次がですね、皆さん大好きもう大人気中の大人気、夏のショーツって言ったらパタゴニアともう一個あるんですよ。でそれが皆さんご存知ノースフェイスのバーサタイルショーツでございます。もう僕これは私物で履いてますので、これも履いてみたいなと思います。はい、ということでねこんな感じです。やっぱりちょっと丈は短めですね。バーサタイルショーツはちょっと短めで、これ XL なんやけど、 XL でもあんまりサイズ上げても長くならなくて横にこう太くなるんですね。だからお稲荷チャンスがよりこう目立ってくるというか、こう横に広がれば広がるほどお稲荷チャンスが出てくるっていう、誰にとってチャンスなんかわからん話も一回してみました。でまあなんで、まあ、これは特に、まあ、言うことないかなと思うんですけど、ただ丈短いのやっぱり気になるなっていう人もいてるんですよ。そういう人は2023年から出ましたバーサタイルショーツミッドっていうのが出てるんですよ。これバーサタイルショーツっていう名前でしょ、バーサタイルミッドっていうのが出てるんですよ。でそれがねちょっとね長なったんですよね。これぐらい結構長なってるんですよ。ちょっと一回履いてみたいなと思うんですけど、質感とかは全く一緒、質感も一緒で、しかもカラーも今年結構豊富に出てるんで、カラーもほぼほぼ変わらんかったんちゃうかな。ちょっと履いてみますね。はい、こんな感じです。あんまりねこれがしっくりくるっていう人もやっぱいてるんですよ。もうこの丈最高っていう、この膝にちょうど膝小僧の方をなぜてるぐらい、なんか小僧ちょっとなぜてるぐらいのなんかふわ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 当たるんですよ。だからこれなでてるっていう言い方するんだけど、もうこの勝手に言ってますけどね、これぐらいがちょうどいいねっていう人なんかもいてはるから、そういう人はもうバーサタイルミッドで、レビュー見たらミッド結構評価いいんですよ。だからあやっぱり一定数そういう人もいてはんねんなと思うし、ショーツやったらもう割り切って膝上でいっちゃえっていう人もいてるやろし、いや膝にかかるぐらいが僕ちょうど安心するっていう人もいてはるから、そういう方からしたらもう多分2023年から救世主ですよね。もうミッド出てんやみたいな、これええやんって感じで、多分これからもどんどんファンは増えるんちゃうかなと思います。であと次はですね、あのこれバギーズショーツそっくりやけど違うんや、しかもあのブランドがっていう
のがあるんですけど、それが何なんかっていうと、パッと見てくださいね。質感とかともにもうそっくりじゃないですか。なんか質感とかも似てて、なんかロゴとかも配置されてそっくりやなと思うけど、よくよく見てたら、あれ LLB やないかいと、これパタゴニアちゃうやないかい、パジマやないかいってなるんですけど、これもほぼほぼバギーズショーツパタゴニアと変わらないんですよ。っていうのも裏側にこういうライナーがついてたりして、これは皆さんふんどしじゃないですよ、おパンティーじゃないですよ、これはライナーなんですけども、ライナーがついてたりするので下着を履かなくても履けるようになってたりするんですが、はい、ということで、まあこんな感じです。まあほぼほぼ、まあ、バギーソースあんま変わらないんだけども、まあやっぱここにロゴがあるので、別にパタゴニアってなくてもいいよっていう人なんかは全然これでいいやろうし、もっと言うとここのロゴすらいらんっていう人はもう言うたらもうワークマンで多分いいと思うんですね。ワークマンのレディースのバギーショーツね、バギーズショーツじゃなくてバギーショーツっていうのが全然いいかなと思うんですけど、まあこんなんがあったりだとか、あとまあさっきちらっと見えたんですけど、ちょっと人と違うやつがいいっていうことは、こういうね刺繍タイプの、ロゴ刺繍タイプというかワッペンタイプのねブランドがあって、スクリームスターズっていう、これアメリカのブランドかな、これまあパックティーなんかもあったりするんですけど、こういうブランドがあって、これもう生地感はほとんどノーセスのバースタイルとあんま変わらないんですけど、まあ、裏地もなくて履きやすい感じなんですけど、やっぱりサイズがちょっと大きいですかね。 L サイズでもガボガボって感じなんで、僕やったら M でも良かったかもしれんけど、まあ、ちょっと短めなんかもしれないですね。まあアメリカサイズって考えたら普段のワンサイズ下でもいいし、ちょっと短いの不安やっていう人はまあこれぐらいのサイズ感でもいいかもしれませんけど、僕の場合で言ったら多分紐をギュッて締めやんと多分ずってくるので、ちょっと大きいかなと思います。そしてこれもまあなかなか人と被らへんでしょうね。このカリマーっていうねイギリスのブランドですね。これもね一回履いてみたいなと思います。めちゃくちゃシンプルなんですよ。マウンテンパーカーの裏地かなっていうぐらいシンプルで、実は止水テープなんかも貼ってあるので防水のパンツなんですね。はい、ということでこんな感じになってて、まあどういう時にいいかというと、やっぱ防水なんで、例えばカヌーの川下りとかってなんか観光する時あるじゃないですか、川下りの観光みたいな、そういう時とか濡れたらあかんとか、あとジェットコースターとかでこう水入っていくシーンとかあるじゃないですか、そういう時に濡れてもうパンツ丸見えになっちゃうみたいな、こう白のパンツなんか履いてて、ましてやこんなん履いててね、濡れたらね、ちょうど赤のパンツ履いてたりしたら恥ずかしいじゃないですか、あのおっさん赤のパンツ履いてるって思われるから、まあ、そういう時なんかはこれは防水なんで全然濡れたって何の問題もないようなパンツになってるんじゃないかなと思います。確かこれ弟に誕生日プレゼントかなんかでもらったやつなんですけど、その当時より嬉しいことにウエスト痩せてる、嬉しい。ただ太もも筋トレしてこうきつなってますけども、そういうちょっと自慢も入れておきました。で次が最後、アブガルシアっていうブランドですね。これはもう釣りメーカーになってますので、釣りでは有名なブランドかなと思うんですけど、これが一番なんかトレンドっぽいですよね。一番トレンドっぽいやつなんですけど、ちょっと見ますね。はい、まあこんな感じです。まあゆったり着るとかってめっちゃいい感じじゃないですか。サイズ感的には結構靴履いたりとかしたら、この後ちょっとサンダルに変えるんですけど、サンダルとかやったらちょっと微妙かもしれんけど、まあこういう靴スタイルで街中歩くとかやったらめちゃくちゃいいかな。シャツとか羽織るとか全然これはいけるし、でしかもやっぱ釣りメーカーやからポケットとかめちゃくちゃ多いんですね。これ何入れんのって話だけど、まあ何かしら入れるんですよ。男は手ぶらでいたいからね、と言いながらも僕ボディーバッグ出したりしてますけども、まあそんなことも関係なく、まあこの辺結構入れたりできるから使い勝手もいいんかなっていうところで、一番機能的に高いというかポケットが多いのは多分これやと思うんですけど、こういったパンツがありますね。では次は逆シリーズで、逆から履いていくんですけど、先のやつサンダルにします。そしたら一気に見え方変わるので、あサンダルやったらこのショーツちょっと似合わんなとかっていうのもあったりするんで、それ行きたいなと思います。でサンダルは一般的なスポーツサンダルで行こうと思いますので、よろしくお願いします。はい、まずアブガルシアから行きました。どうですか、やっぱサンダルスタイルはどうなんやろ、ちょっとおじさん感やっぱ出るんかな、この感じで言うと。まあおじさんやしね。では次カリマに行きたいなと思います。はい、といかがでしょうか。やっぱあれですね、丈短くなる方がサンダルは似合ってくるんかな、なんか相性は良くなってくるような気はしますね。なんかこうダボンとしたパンツやのに足元サンダルってなったら夏休みの少年みたいになってくるから、まあ、短い方が合ってるんかな、人にはよると思うんですけど、まあこんな感じですね。で次がはい、まあこんな感じになっております。まあまあまあアウトドア少年みたいな感じになっちゃいますね、どうしてもね。足元にこういうアンクレットとか入れるとちょっとまだマシかな。いやでもこれには合わんか、もうちょっと綺麗な方が合いますね。はい、で次行きます。はい、まあ、こんな感じです。あ、やっぱあれですね、なんか2つのことが分かりました。丈がちょっと短い方が似合うっていうのもそうやけど、横幅がやっぱでかくなりすぎるよりちょっとタイトめの方がサンダルは相性良さそうな雰囲気ですね。はいはいはい、なるほど。じゃあそこで問題になってくるのが、大人気あのバーサタイルミットですね。これは合うのかっていう、なんかいまいち垢抜けへん感じですね。なんかおじさん臭いような感じはしますけど、まあその時はやっぱ靴の方がいいかもしれんな。サンダルはちょっとなんとなくこうおじさん、まあ色味もあるやろうけど、ちょっとおじさんな感じがするかもしれませんね。バーサタイルやったらショーツかもしれないですね。はい、とまあ見た時に、あ、いいじゃないですか。やっぱりこう落ち着きますね。このちょっと膝よりちょっと上のところでやるとすごい、あの靴も似合うしサンダルもいけるし両方いけそうな感じですね。でもっといけそうなんて言ったら、さっき見てたローンハーマンのやつ、このシャカシャカのタイプの方はもっといけそうな気するんですけど、ちょっと履きますね。はい、とまあこんな感じです。まあ
まあ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 ちょっとどうなんやろ、まあまあ無理じゃないけど、まあ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 が一番合う言葉ですわ。まあ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 ですわ。でこれワークマンのやつ合いそうやな。はい、うわーめちゃくちゃ合う、めっちゃ合ってる、いい感じ。やっぱりまあこれバギーショーツともあんま変わらへんし、まあ名前も一緒やしね、ほぼほぼね。で次はアークテリクス。アークはこれ似合わんのちゃうか、サンダル。あー、やっぱりなんかこうおっさんな感じ出ちゃいますね。でこの方程式は分かってきましたね。あの丈長いとちょっとおじさん感がどんどん増してくるっていうところですね。まあかといって短すぎんのも変ですけど、まあ別にこれでも履けんことはないけど、ただおっさんやなっていうだけの話であって、なんかスタイルがね悪くなってるっていうか、ほんまなんかあの中肉中背のおっさんみたいな感じになっちゃってるので、なんかもったいないような気がしますね。でもワイルドスイングスも僕好きやけど、ちょっと丈が長いか、やっぱちょっと長いかな。でもこれ長いのがちょっとあかんのか。これまあ僕の場合はそうっていうだけで、他の人やったら合うんかもしれんけども、なんか足元だけ見る感じでもやっぱり長くなってくるといかにもおじさん感出るじゃないですか。あ、おじさんっていう感じの、おじさんがショートパンツ履いてるみたいな感じになっちゃうから、まあ別に若者になれっていうわけじゃないけど、まあおじさんけどスタイルいいよねとはならないっていうか、あ、ほんまおじさんやなって、何の服もこだわりもないおじさんなんやろなっていうような感じになっちゃうので、まあ、おじさんは辛いですよね。そして次ナンガか。この今まで考えられていた方程式からすると、おそらくこのナンガは絶対合うはずなんですよ。丈短いしちょっとアウトドアな雰囲気あるしみたいな。ではではどうでしょうか。合う、やっぱり合う。合うけど色味がやっぱベージュがおじさんっぽくなるんかな。まあ火に焼けてないのもそうやけど、やっぱこう山おじさんな感じでやっぱなっちゃうんやな。そして次がダイバですね。はい、いかがでしょうか。もうすごい、やっぱあれですね、ほんま元のブランドっぽくなるけど、釣りのおじさんっぽいですもんね。なんでか知らんけど、さっき山のおじさんっぽかったでしょ、でこれ釣りのおじさんっぽいでしょ。なんでなんやろな。なんか靴履いときはごまかせれんねんけども、サンダルになった瞬間、そのどこのおじさんかが一発でわかる。じゃあこの感じで見て、さあこれどこのおじさんだ、はい釣りのおじさん、ピンポンピンポンってなるので、なんでなんかわからんけど。でラスト2つですね、ファミリーマートとあとバギー付けでいきたいなと思います。はい、とめいかがでしょうか。ファミマのショーツいけますね。結構色味っていうのも多分あれやけど、これファミマのショーツ今年なんかベージュ出てるんですよ。ベージュはちょっと要注意かも。ベージュとサンダルめっちゃ相性悪いからちょっと要注意かもしれませんけども、黒やったら全然いけるんちゃうかなと思います。ラスト2つですね、バギーズロングとショーツか、行きたいなと思います。ロングが多分この格好されてる方結構多いと思うんですよね。ロングでサンダル、スポーツサンダル履いてるよっていう人結構多いけども、周りから見た時にどう見えてるんかっていう、おじさんっぽく見えてるのかどうか。普通ですね。誰が見ても別にスタイルがいいとも思わへんし、まあ別におじさんとも思わへんし、普通やなっていう、その良くも悪くも目立ちがないような感じになっちゃうっていうところは、まあまあまあ安排求めるんやったらそれはそれでねありかなと思います。で次ショーツが、サンダルと相性いいのはおそらく個人的には一番これが相性いいはずなんですけどね。丈感といい、ちょっと細さといい、このスタイリッシュに見えるかなっていう感じがあるかなと思うので、どうでしょうかね。まあ、個人的にはこの辺が一番しっくりくるんちゃうかなと思うんですけど、まあ、ちょっと短いと言われれば短い、やっぱロングの方が安定してるかな。まあこの辺好みですね。はい、ということで、皆さん今見ていただいたんですけども、スニーカー履いたバージョンとかサンダル履いたバージョンで、多分これ見てられてる方ってどっちのバージョンも多分ありえると思うので、その時に、あ、旗から見たらこういう風に見えてんねやとか、自分が着る時はどんな感じがいいかなとかっていうのもね、見ていただくっていうのもいいかなと思います。僕もサンダルはよく履きますし、スニーカーも夏で全然履くんで、今後ね、ちょっと丈の長いやつはスニーカーにしといて、丈短いやつはまあサンダルでもスニーカーでもどっちでもいけるみたいな感じでね、まあ、やっていこうかなっていうのは今回勉強になりましたんで、本当ありがとうございました。ということで本日はですね、メンズに人気のショーツを全て履いてみたということになってます。で持ってないまたあのコメントいただけましたら、また顔を入してやりたいなと思いますので、よろしくお願いします。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。